新街道の石碑そま街道は、江戸時代に、滋賀県甲賀郡に存在した街道。そま街道、新街道、伊賀街道、伊勢街道、東海道、分間のベーズでは、また谷道、一般には、そま道とも呼ばれていた。そま川沿いの、このルートは、大見町時代の東海道で、倉歴道とも言う。人身の乱後に一旦捨たれたが、平安時代にも886年に、 鈴鹿峠経由で関に至る、明日波越に変更されるまで東海道として利用された。その後も、湖南から伊賀に抜ける伊賀道として、伊勢山宮の感動として、山伏の道として、またにの人々にとっての主要道として、重要な道であった。江戸時代に入って17世紀には、三雲から東海道と分かれて、伊賀へ至る現在のルートの対応が確認でき、 1742年の資料には、ソマ街道の名称が確認できる。現在のルートが整えられたのは、明治20年代のことで、当時これを新街道と称した。1889年、沿線に関西鉄道が開通。1907年に国有化され、現在の JR 草津線となっている。三雲三本流深川市場寺町。 大原市場上野継大和街道に合流、加田市場関 AB 図説、大見の街道、郷土出版社、ピアニッシ二52,192、ありがとうございます。